静岡市が JR 東静岡駅北口に誘致を目指すアリーナの事業化に向け、難波市長は今日直接周辺の住民に説明し理解を求めました。今難波市長が到着しました。これからアリーナ建設について直接地元の住民に説明します。今日静岡市で開かれたアリーナの説明会には周辺の自治会の役員など21人が参加しました。静岡市のアリーナ整備計画をめぐっては2022年に JR 東静岡駅北口の私有地を選定し、民間主導の整備運営を前提に検討してきました。一方、周辺住民からは交通渋滞を懸念する声が上がっていて、今日市長自らアリーナの経済効果や渋滞対策などを説明しました。アリーナと街づくりを一体的に進める必要があるというお話をさせていただきました。このアリーナができたときにますます渋滞が厳しくなるんじゃないかというお話が非常に懸念をされていました。市は来年度の当初予算にアリーナ整備に向けた土壌の調査費などを計上したい考えです。